こんばんは。こんばんは、どうもー。こんばんは。やっほー。こんばんは。こんばんは。かわいい。こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。こんばんにゃー。こんばんは。ありがとうございます。どうもー。はーい、どうもー。はい、ということで、こんばんは。本日、9月11日月曜日の乃木曜日を担当する、伊藤りりゃでーす。やっほー。最悪やん、月曜日って。大丈夫？生きてる？みんな 生きてるか？みんな。月曜って嫌いだったな。もう今でこそ関係ないですけどね。学校行ってる時はね、嫌いでしたね、月曜日。でも小学校の時は月曜日が、他の曜日は5時間とか6時間なのに、そう、月曜日早く終わったんだよね。それは好きだった。かろうじて 仕事終わった。お疲れ。お疲れ様です。かろうじて生きてるか。頑張れ。大丈夫だ。生きていけるよ。大丈夫だ。ギリ生きてない。生きてない人います。生きてない人います。このために生きてる。ありがとうございます。頑張って。生きよう。そう、私は、髪を染めました。イエーイ。暗くなりました。まあ別に毎回暗くしてるから特に変わったところはないんですけど、色がね、抜けてきちゃって、茶色くなってたので、また暗くしました。なので前髪がセットされてないので、やばいです。やばいですね。なんで、家に、いるときはこんな感じの前髪です。似合ってる。ありがとう。まあ、変わんないんですけどね、いつもと。染めたてだから、ちょっと暗く見えるだけなんだけど。あと、あれ見てましたよ。ポケモンカードチャンピオンズリーグ見てました。CL。めっちゃ良かったよ、本当に。めっちゃ良かった。まあ、そんなことを話すとちょっと止まらないんで。後でするんですけど、あんで聞くんでました。はい、ということで、まず、早速いきたいと思います。乃木曜日選手権をやりたいと思います。今週の競技は、キラキラモールをつなげようです。こちらにあります。キラキラモール。モールですね。モールっていうのか。モール。でも、ショッピングモールとかもモールじゃん。何が違うんだろうね。どっちもモールじゃん。こういうやつ。ありますね。はい。ここにあるんですけど、いっぱい。モールって呼ばれる。手芸の道具らしい。手芸道具を連結させていきます。こうなんか輪っかにして、こう、どんどんつなげる感じらしいです。制限時間は60秒で、週の中で最もたくさんのモールを連結できたメンバーには、ご褒美として素敵なプレゼントが贈られますということで、こう触ってて思い出したんだけどさ、こうモールをさ、ビーってやってさ、針金だけにするってやつやってた。昔やってたな。なんかクリスマスを思い出すんだよね、これを触ってると。なんかイメージあるよね、クリスマスの。これで、なんかさ、クリスマスツリーに飾り付けるやつ作ったりとかしてました。やったことある あるよね。針金にしてたわ。はい、ここにタイマーがあるんで、1分測ってやって。いやー、でも正直自信ない、めっちゃ。本当に。もう知ってるか知らないかはまあどうでもいいんですけど、私本当に不器用なんですよ、手先が。もう折り紙もろくに折れず、裁縫の時間では男の子に手伝ってもらっていました、学校では。隣の席の そんぐらい、ね、できないんですよ。なんで、ちょっと、頑張りたいと思います。よし。いきます。まあまあ、月曜日だからね。私が基準になりますから。大丈夫です。ということで、用意。スタート。はい。はい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 
ええ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 
これなんだろう、むずいな。ちょっと待って。ちょっと待って、だんだん急ぐと穴がちっちゃくなっていって。やばい。でもこれさ、力じゃない？筋力じゃない？もしかしてこれって。手先が器用とかじゃなくて、このひねる筋力な気がしてきた。やばい、外れてきてない？なんか下の方。これで最後全部外れたらどうしよう。ちょっといけない、いけない、いけない、いけない。いってくれ。むずい。なんかさ、DNA みたいになってきちゃった。どうしよう。ちょっと待ってね。意外とあるな、1分って。すごい DNA 構造みたいになってきたよ。うわ、もうこれか。おー、終了、 DNA でーす。どうなのこれは。どうなんですかね。螺旋ね。そうそうそう、いけてる方なのかな。でも筋力だよ、本当に。なんかこれの筋力だと思う。デオキシスやん。いいな、いいコメントだね。これ優勝？本当に？あ、1万人ありがとうございます。こんなものを1万人が見てもいいのかっていう感じなんですけど。綺麗とは言えないとか言うなよ、やめてよ。ちょっと虫みたいとか言わないで。じゃ数えますか。1 2 3 4 5 6。じゃあか。1 2 3 4 5 6 7 8 9です。結果9個です。ほんとこれ虫みたいになっちゃってるから。これすごい。どうなの。いや、わかんない。この月曜日ってわかんないんだよ、いつも。それがいいのか、結果が悪いのか。結構良さそう。本当に結構良さそうかな。いいり、あ、9個なのかな。まあ、こうでいいか。はい、ということでリリア9個でした。まあどうでしょう、これが抜かされるのか。いや、そろそろ優勝したいな。結構ガチで頑張ってるんで毎回。そろそろ優勝したい。前回もめっちゃ惜しかったんよ。そう、めっちゃ惜しかったから、今回こそはお願いします。ということで、はい。以上の予備選手権でした。みんなもね、やってみてください。絶対やんないと思う。絶対やんないと思うけど、皆さんもやってみてください。はい、ということで、真夏の全国ツアー2023振り返りトーク。はい、ということで振り返ってみますか。どうだろう。でも前回私が出た時はどこまで喋ったっけ。なんか前回もツアーのこと喋ったような気がするけど、ちょっとどこまで喋ったか覚えてないんですけどね。沖縄の話した気がするんだよね。してないっけ。した気がするよ。神宮の話しますか。神宮今回4日もありまして、いやー、前回はなんちゃって前回8月10日、あ、だから宮城から神宮まではちょっと話してないですね。そう。まあでも神宮4日間もありまして、今回4日連続でデイ4ということをやらせてもらったんですけど、4日連続って久々じゃないかな？バースデーライブ以来とかじゃなかったっけ？ 3 日とかはあるけどさ、4日連続はバースデーライブとか以来だったような気がするんですけど、そう、4日とも行ったよ。いや、4日とも行ったよって、そう、昨日も、ミーグリとかでさ、3日行ったとか、4日行ったってすごい言ってくれてたんだけど、いや、体力どうなっとん。やばくない。いや、私、そう、なんかラジオでも喋ったんですけど、明治神宮の、花火大会があったんですよ。そう、それで、私は秩父宮ラグビー場の方に入っ
って座って、あの花火をね見たんですけど、あもうさ、入場するだけでめっちゃ暑いやん。めっちゃ疲れない？あれって。人も多いしさ、めっちゃ暑いしさ、でさ、お手洗いとかもさめっちゃ並んでるしさ、外だしさ、なんか飲み物買うのとかもめっちゃ並んでるしさ、うわこれみんなすごいなと思って。しかもね、私が行ったの夜だったからまだ大丈夫だけど、昼でしょみんな。昼っていうか、もう昼だよね、夕方とか昼に並んでさ、あの暑い外をさ、でね、お手洗い並んでとか、入場もさ並んで入ってさ、で座ってる時も外やん。もう素晴らしい、本当にすごい、なんか活用できるよその体力を。いやわかんないけど、いやすごいです本当に。だから本当ね、体調崩さない程度に来てくださったら嬉しいなと思うんですけど、本当にありがとうね。なんかそう自分はその花火大会行ったから心配してました、ちょっとみんな大丈夫かなって。ありがとう本当に。なんか大変さを実感して改めて感謝の気持ちが大きくなりました。本当にありがとう、あの暑い中たくさん来てくれて。いや本人のが大変でしょ。まあ大変っちゃ大変ですけどね、リハーサルもね毎日やってるし。そうそう、いやでもみんな大変よ、超大変。いやありがとうございました、本当に来てくださって。そうで、しかもね本当に4日間ともバックステージまで入ってきてくださってて、お客さんが。そうバックステージの皆さんもねめちゃくちゃ、なんかさ最後アンコールの時さ何人かがさ行ってたじゃんバックステージ。そう行きたかったね私も、みんなに頑張ってさ、なるべくバックステの方にうわーってもうデカデカと本当に救助呼んでる人みたいなくらい手は振ったつもりなんですけど、そうそうそう行けなかったからね。それでも楽しんでくれてるのすごい嬉しかったです、ありがとう。見えた見えた、めっちゃ来てくれた。いやだってさ嬉しいやん、そんなバックステージまで来てくれるのさ。見てたよ、ありがとう。見えてたんだ、よかったよかった。結構さ暗くなっちゃうからさ、端っこの方とか見えてるか不安だったけど、よかったです、ありがとうね。そうフロートも、違うフロートあったやん、あれさ今回さステージがさ結構あのメイク道具というか、こうちょっとなんかね可愛らしいすごい感じでアイシャドウがあったりとか、あのメイクボックスになってたりとか、筆があったりとかさ、香水があったりとかしてて、すごい本当に可愛らしい感じのステージだったんだけど、フロートも今回そのメイクボックスになっててリップが立ってたりとかしてて、めっちゃ可愛くない？あれもうあれ見るたびに、あれグッズで売ればいいのにと思って。あれ欲しくない？紫でさ乃木坂46って書かれたメイクボックスあったらめっちゃ使いたいわと思ってさ、ちょっと大人の人いつか商品化してください。私が使います。めっちゃ良くない？あれ可愛かった、大きすぎ、あのでかさのわけないよ。え、あの大きさなわけないよ。あれの原寸じゃなくて、あれのちゃんとそのメイクボックスサイズのメイクボックスがあったらっていう話なんですよ。原寸はどうすんの、あっても。そんなでっかいお家住んでる人はなかなかいないからね。ね、あれいいじゃんね。まあメイク道具以外にもさ、なんか入れれそうじゃない？どうなんだろう？なんか入れれないのかな？まあ文房具とかわかんないけど。ちょっと適当言ってますね。ごめんなさい。はい。まあそんな感じですごい可愛いセットと、可愛い衣装と、
たくさん助けられて、ライブしてました。楽しかったです。やばい、ちょっと今日ダメだな、適当喋ってますね。あ、ポケカしまえるじゃん。カードしまえますよ、本当に。ビルディバイドのカードあそこに入れたら超いいじゃんね、乃木坂のカード。ぜひぜひ、別に売られる予定ないんですけど、売られたらね、ぜひぜひ。ゆっくり休めた、休めたよ、休めましたよ、ちゃんとしっかりと休みましたよ。まあそんなこんなでライブもね、いろいろありました。いやー、大丈夫かな、でも適当しか喋ってないんですけど今日。はい、ライブすごい楽しかったですね。いや、なんかありすぎてさ、正直そのどこを喋ったらどこを抜粋したらいいのか分かんなくて、そう、まあ、セットのことを話したんですけど、それ以外にもね、なんかどうしよう。頭割ってないですね。宇宙から見てるよ、ちょっと気になっちゃった、ごめんなさい。わー、ありがとうございます。火星かな、火星だったらギリギリね、電波飛びそうだから火星だと思うんですけど。あー、シンクロニシティも歌いましたね、歌わせてもらいました。私は今回シンクロニシティはこう歌う感じで披露させてもらって、 A チーム B チームと分かれて、私は A チームだったんですけど、そう飛ばねえよ。やばい、ボケコメントしかない。ちょっとこのボケコメントしか流れなくなってきちゃったから。やばい、そう、シンクロニシティ。もう歌いまして、よかった。なんかさ、しかもさ、その次の曲が誰かの方で、そう、33枚目シングルに入ってます。お一人様天国の中に入ってます。誰かの方っていう曲があるんですけど、めっちゃいい曲じゃない？めっちゃもう初めて、デモを聞いた時から、わあ、めっちゃいいと思って。歌詞がさ、ね、すごい。なんか、私は誰かの方を聞いた時にちょっと、なぎちゃんをすごい思い浮かべてて。やっぱりね、座長としていろいろなものを背負ってたと思うから、なんかこの曲みたいに、こう、肩に寄りかかれる思いを持ってほしいというか。誰かの方、すごいなぎちゃんに、なんかわかんないけど、なんかそういう思いがずっとなんかありました、私の中は。いやー、でもしかもさ、真ん中にキャンドルがいっぱいあってさ、バーって上がっていくのもさ、なんかうわー、エモいねーみたいな。しかも前回のツアーではキャンプファイヤーとかだったじゃないですか。それがまたキャンドルになって、なんかその去年の情景も思い浮かべられるような、なんかリンクさせられるような感じで、エモでしたね。とても素敵でした。私もあそこのブロックすごい好きだったね。そんなことを言ってまして、そんなことを言ってるんですけど、そんな誰かの方も入ったシングルが発売中ですけど、まあさすがにこれを見てる方は買ってるんじゃないかなと思います。逆に買ってなくてさ、乃木を見てるの人少ない気がしてるんだよね。どうなんの、どう、まあ、わかんない。普段からあんま CD を買うタイプじゃないよって方はまあいるかもしれないけど、サブスクで聞くっていうタイプの人いると思うんですけど、さ、みんな買ってるんじゃないかなって。もちろんです。あ、なんか怪しい人いるな。あ、え怪しい人いるな。言うな、買ったよ。買ってない人もいるんだ。いや、どうなんだろう。まあでもそういう形もあるよね、応援の。わかんない。買ってないよ。ああ、買えなくて。ああ、学生でちょっと、金銭的にとか。ああ、確かにそのパターンはあるわ。確かに。そのパターンはあるね。
確かにね。曲だけ聴きたい。学生にはきつい。そっか。確かにそういうタイプもあるね。確かに。いろいろな応援の仕方ありますから。私はこう見てくれてるだけで嬉しいです。よかったら。まあ余裕ありましたらね。CD もお買い上げいただけたら嬉しいなと。まあどっちでもいいです。応援してくれたら私は嬉しいです。本当に頭回ってないね。どうする？適当？ 海外にいるんだ。すごい。それでも見てくれてんの嬉しいな。すごい。いや、なんかね、コメントが 面白くて ちょっと私も適当になってしまってるんですけど そう、ミーグリもね、昨日もありましたし、来週かな？来週？もあります。いろいろ、しかもあれじゃないですか、リアルも対面もありますし、ぜひぜひ会いましょう。何着ようかなーってうっすら考えてるんですけど、ぼやまださ、先だから決めてはないんだけど、なんとなく考えてます。最近は何着ようかな そう、あとベニュー101も出させていただきました。ありがとう。あ、でも昨日もね、すごい見てくれたよ。見たよって皆さんも言ってくれてすごい嬉しかったですし。乃木坂配信中とかもね、いっぱい更新されてますので、ぜひぜひ見てください。個人的な話をすると、まあ、さっきの続きしますか。そう、ポケモンカードのチャンピオンズリーグというありまして、9日と10日にねやってまして、あ、2万人ありがとうございます。そう、大会のね様子が配信というか生配信されてたんで、そう、ちょっとね、まあミーグリあったからリアルタイムでは見てないんだけど、今日とかもね家出る前とかにずっと見てて、いやー、よかったね。しかも今回もね、対戦ももちろん面白かったし、招待選手の方もお二人とも私はすごくめちゃめちゃ見てる方なので、前から。そう、いやー、熱かったなー。よかった、MK さんのラストギリギリで勝利したの面白かったですね。出てた人いる？ 出てた人いる？もう出ちゃえねえ。無理よ。絶対無理。よかったでしょう。そう。で、見て、しっかり、ミライドンのデッキを組みました。いや、よくない？でもさ、前番組出させてもらった時に、対戦相手が高橋ひかるちゃんだったんだけど、ひかるちゃんがミライドン使ってて、お、いいなーって、なんかいいなー、使えるなーと思ってて、で今回ね見たらミライドンめっちゃ良かったから、ちょっとねデッキを構築いたしまして、ちょっと使えたらいいなと思ってます。 まあいいんだよ別に。でもさ、結構エネルギー入れられるタイプのあれだから、私にはすごい合いそうだなと思って、エネ方好きなんで私が はい、ということで、まあ一生喋るんで宿題に行きたいと思います 一生喋るからね、本当に。この話した、見に行った？見に行ったの？今何枚持ってんだよね、わかんない。コインね、なかったね、私ね。はい、ということで、もう行きます。だらだら喋ってると 終わらないから。はい、前回の配信メンバーからの宿題をやりたいと思います。前回は、ゆなちゃん、秋の楽しみを教えてください。秋の楽しみ？まあ、でもさ、いろんな秋があるじゃん。スポーツの秋とか、食欲の秋とか。私はね、なんて言うんだろう。
芸術？芸術とはまた違うかもしれないけど、でも芸術の秋っていうのかな、芸術の秋で、あの舞台を、結構ね秋ってなんかわかんないけど舞台多いんだよ私も結構秋に舞台をね稽古だったりとかしてること多くて、そうだからね、あの夏休みとかいつもなくなっちゃったりするんですけど去年もそう、あのリトルゾンビガールやらせていただいてたりしたんで、そうなんかねわかんないけど多くて、そう舞台すごい好きなので舞台をあの見に行ったりとかね、そうあのなんだっけ、もうね知ってる人いるかと思うんですけど、ハリーポッター見に行ったりとかしたんですよ、とかあと映画をねこう見に行ったりとか、そう映画見てさ、ずっと見たかったさ映画があってさ、夜が明けたら一番に君に会いに行くっていう映画がありまして、2回見た、もう1日なんだけどさ公開されたの、映像が本当に本当にめっちゃ綺麗で、すごい芸術です、あれはとても芸術ですね、そうとかそういうなんだろう、エンタメとかそういうものが盛んになってきて、私もすごく好きなのでいっぱい見ようかなと思います。はい、ということで宿題をね出そうと思います。次回はさっちゃん、さつきちゃんですね。何がいい？宿題どうしよう。宿題何がいいかな。そう時間ないんですよ。時間ないんだけど何にもどうしよう思いつかないけど。いやオリジナルソングやばい。もうやめよう。もうやめようよ。もうダメだよ。好きな食べ物。初対面じゃんそれは。ちょっと待ってね。決まりました。決まりましたよ。よし。オッケー。書けた。やばい、今日も喋りすぎたな。もう足りないんです、時間が私は。いっぱい喋っちゃうから。はい、じゃん。さつきちゃんへ。私とご飯行くなら何食べたいか教えてー。はーい。ということで、聞きたいと思います。言ってくれたものを食べに行きましょう。あのすごい高級な料理とかは無理ですはい、でも行きたいね、そうご飯行きたいからさ、ここで聞いちゃおう。はい、ということでもうね終わりの時間です。やば、1分しかないんだって。うわー、次回の乃木曜日の配信時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターではなく公式 X です。うわー公式 X でお知らせします。はい、もうあと何秒かですね。 X だよ、旧 Twitter だよ、新 X になりました。うわー、 X になってから初めて来たかも、なんか楽しいこれを言ってみたかったんだよ、ラジオとか聞いててさ X ってお知らせしますって言えてよかったです。はい、ということでもうちょっとで終わります。ありがとう、前髪セットしてなくてごめんねはい、みんなバイバーイ。